やっぱりセブンちゃんすげえよな。こんなにいい歌を何曲も作り続けながら MIT を首席で卒業だろ。しかもあの可愛さったら尋常じゃないわよ。うん、セブンに近づけないかしら。はいおい、やめておけよ。お前にはセブンちゃんをお守りするギルドシャムロックに入るのは無理だぜ。あいつら護衛隊みたいなもんだし、一人一人がとんでもない力を持ったプレイヤーらしいぜ。俺、シャムロックの入隊試験落ちたけど、ずっとセブンちゃんを応援し続けるんだ。俺なんてこの間、七色博士の実物を見ちゃったもんね。この間来日した時にテレビでインタビュー受けてたろ。その情報を先にリークしてもらってさ、スタジオの前で出待ちしたんだよ。セブンちゃん手を振ってくれたぜ。あー超可愛かった。羨ましい。どうしたのキリト君。なんで街中にいる奴らはみんな似たような羽飾りをつけてるの。あれは音楽妖精プーカの装飾だろ。でもつけている奴らの種族はバラバラだ。あれはね、シャムロック信奉者、つまり歌姫セブンのファンである証らしいよ。ファンである証？歌姫セブンの歌が好きだってことか。それは大前提で、最近だとセブンというプレイヤーだけじゃなく、七色博士に対しても心酔している証みたいなの。たまに ALO 内でリアルで研究してる仮想現実理論の講義もやってて大人気みたい。なるほど、それだけ何でもできりゃ神々しく見えてくるわけだ。ふーん、キリト君、もしかしてあの子に興味を持ってる？いや、それ以上は何もないぞ。わかってるわ、冗談よ。そうか。すごい人だかり。わあ、どうしたんだろう。あいつら。あれが例の子だね。新曲聴いたよ。
前の実力じゃシャムロックに入れてもらえねえよ。すごい人気だな。あの子の信奉者がこんなに多かったのに思わなかったな。まさにアイドルって感じだね。可愛いし歌も歌えて、それでいてリアル世界の超天才。いろんな要素が複合的に話題性を呼んで、これだけのファンを作ってるんだろうね。音楽妖精プーカっていうのもなんかしっくりきちゃうよね。そうだね、あの種族を選ぶ人ってかなり少ないって聞いてるよ。それにしてもキリト君、あの隣にいる。かなりの手だれだ。すごい気迫を感じるぜ。一度手合わせ願いたいな。なるほど、あれがセブンちゃんか。なんだクライン、お前も見ていたのか。どうした、お前の好みは確か大人の女性だっただろう。な、まあな、セブンちゃんはちょっと可愛いなって思うけどよ。それにしてもすごい取り巻きの数ね。この人たちみんなあの子のギルドは、シャムロックの一員なの？きっと違うと思うな。ほとんどがただの見物客か熱心なファンか。シャムロックはあの子の周りにいるほんの一握りの人たちだけだね。フィリア詳しいじゃない。まあね、情報収集はトレジャーハンターにとって欠かせないから。で、あれ、ギリとは驚かないの？まあ、実は俺もシャムロックについて調べてたんだよ。なるほどね。まあ、つまりシャムロックはえりすぐりの精鋭部隊ってことね。あのセブンって子すごく弱いの。ステータスだって私たちの誰よりも貧弱だし。そうなの？でもシャムロックってギルドは ALO の中じゃかなり高ランクなんでしょ？そう、シャムロックに所属するプレイヤーたちは相当な手だればかりだよ。つまりあの子は自分で戦わずに周囲に戦わせてギルドとしての戦績を上げているということだ。自分で戦わずにそういう風に攻略していくスタイルもあるのね。クエストランキング上位100人の中にシャムロックのメンバーがなんと30人もいるんだよ。そしてその中でも最強なのが
あんた、サラマンダーの将軍の。ユージーンが睨みつけていたイケメン、スメラギがシャムロック最強と言われてるの。あの刀を持ったウンディーネの男だな。ユージーンは先日のデュエルで、あのスメラギに敗れたらしいよ。あのユージーン将軍を？そんな…あ、そういえばそのスメラギって人はね、あのセブンちゃんが最も信頼を置いている人物らしいよ。ユージーン将軍にスメラギか。でも俺もいつか戦ってみたいな、正々堂々と。ユあの中央の浮島、どうやって行くのかまだ分からないわね。高度制限があるから飛んではいけないんだよね。何か方法があるはずだよ。調べてみる必要があるな。この装置何に使うんだろうな。今は動いてないみたいだけど。重要な装置なのかな。お兄ちゃん、誰か来たよ。あの羽飾り、シャムロックか。アイスラムの草原の島攻略のために情報収集してるみたいだな。スメラギって人も一緒ね。あんた、シャムロックのメンバーだろ。セブンがギルドマスターをやってるんだよな。ああ、そうだ。お前、セブンに興味があるのか。ああ、セブンの研究は興味あるな。ネットワーク社会の未来を担う研究者なのは間違いないと思うよ。へえ、お前、話がわかるじゃないか。気が合いそうだな。俺もそう思うよ。エールをプレイヤー同士仲良くしようぜ。困ったことがあったら手伝ってやるよ。それなら早速なんだけどさ、ちょっと聞きたいことがあるんだ。俺たちこの装置を調べてるんだけど、動かすためのヒントとか知らないか。ああ、それならこの近くにある遺跡が怪しいぞ。この装置を作った職人が昔住んでいたらしいんだ。そうなのか。サンキューな。おい、スメラギさんを待たせるんじゃない。早くしろ。はい、すみません、今行きます。それじゃな。ああ、またな。よし、装置を動かすヒントをゲットしたぞ。じゃあ早速その遺跡に行ってみようよ。ゆいちゃん、場所を教えてくれる？はい、ここから東に少し進んだところにあります。次の冒険も楽しみだね。
の扉開かないよ。どこかで鍵を手に入れないといけないな。よう、キリトたちもこの遺跡にたどり着いてたか。だがその調子だとまだ手に入れてないみたいだな。クライン、もしかして。おうよ、ほら、多分ここの鍵だぜ。やった、開いたよ。 NPC から情報を集めてるな。助かっただろ。それじゃ俺はここで失礼するぜ。一緒に行かないのか。あ、すまん、今受けてるサブクエストが終わったら合流させてくれ。後で街で会おうぜ。ああ、ありがとな、クライン。ナイスフォローだったわね。の前を象が塞いでるね。このままじゃ開けられないよ。この象を何とかしてどかす必要があるな。ダンジョンのどこかに移動させるための仕掛けがあるのかもしれないね。このいかにもって感じから言って、この遺跡は重要な役目を持ってそうね。
ここがボス部屋のようだな。このままボスに挑もう。そう来なくちゃ。絶対勝つわよ。このボスはそんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。この鍵、サビがひどすぎてこのままじゃ使えないんじゃないかしら。そうね。でもサビを取るような素材は見たことないし。何か特殊なアイテムが必要かもしれないわね。せっかく手に入れた鍵なのにすぐには使えないんだね。こっちの書物の方はさっきの装置を動かすヒントが隠されてるのかもしれないね。ああ、早速見てみよう。板の上に人が浮いてるわ。つまりあの装置は人を浮かせるためのものってことか。だとするとこっちにあるのはそれを動かす動力になるアイテム。いいのかわかんないよ。もう少し情報収集した方がいいんじゃないかな。そうだね。町に戻って情報を集めよう。どうしたんだ？おい、なんだよ、霧とかよ。
脅かすんじゃねえよ。お前こそぼーっとしてどうしたんだ。また失恋でもしたのか。ちげえよ。ちょっとあの子の情報を見てただけだよ。あの子。あのセブンって子だよ。歌がすごく流行ってるだろ。ああ、俺もちょっと気になってるんだ。あんな小さいのに歌うまいよな。だよな。それでいてリアルでは博士でもあるんだぜ。現実世界の天才博士、かつ VR 世界の大人気歌姫だ。いや、ほんと大したもんだぜ。あの子はリアルではネットワーク社会の研究をしてるんだ。ん？それでセブンとしての歌詞には共存とか平和を歌っている。つまりこの2つは別軸の活動ってわけじゃないんだよ。なるほどな。しかしキリト、お前相当調べてるんだな。別にそんなことないって。そうだキリト、そろそろパーティー組んで攻略しようぜ。まあいいけど、どこか行きたいところでもあるのか。実はな、この前とあるダンジョンの鍵を手に入れたんだよ。ちょうどいいからそこ行かねえか。わかった、準備してくるからちょっと待っててくれ。どうよ、俺はここにいるから早く来いよ。クラインと一緒に攻略に行くにはパーティー編成に入れる必要があるな。宿屋に変更しに行こう。キルト、準備できたみたいだな。なあ、クラインが言ってたダンジョンはどこにあるんだ。草原の島の天移門から北の方だ。早速攻略に行こうぜ。鍵がかかってるみたいだな。そこでこの鍵の出番だぜ。今開けっからちょっと待ってろよ。これをこうして、
し、開いたぞ。そんじゃ攻略開始だぜ。みんな俺についてこい。クラインはなんであんなに張り切ってるのかしら。いつも以上に騒がしいわね。さあ、詳しくは知らないけど、俺たちが準備している間、宿屋の前でずっと待ってたぜ。お前ら何話してんだ。もたもたしてっと置いてくぞ。ああ、わかった、今行くよ。ハマっちゃってるんだね。
ス部屋に着いたみたいだ。どうする？このままボスに挑もう。よし、それじゃ行くぜ。このボスはそんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。これでも正解だ。おっと、気をつけないとな。頑張って。このぐらいなら大丈夫だよ。なんだと。やばそうな思いがするぜ。フレイト、無理しちゃダメだよ。残り体力に気をつけてください。これでも限界だ。そりゃ、クラインさん、敵の体力が半分を切りました。さすがです。クラインさん、敵の体力が残り少しです。そりゃ、俺様の実力。こんなの楽勝よ。絶好調だよ。やったー。おお、噂通りあったぜ、トントゥの花。へえ、こんなのが ALO にあったんだ。面白いところをついてくるじゃない。シノーさんは知ってるんですか？ええ、トントゥは北欧の森の妖精なの。もともと ALO 自体がケルト、北欧神話をモチーフにしてるわけだよな。そうね。でもその中でもこのスバルトエリアはテーマ性を色濃く表現している気がするわ。モンスターデザインとか設定とか。ああ、道理でモンスターに妙な法則性がある気がしてたんだよな。そうね、これからは北欧神話の神々をモチーフとしたボスとか出てくるかも。アース神族とか下の巨人とか、いろいろと想像が膨らむわね。ちょっと楽しみかも。そうだな、そう考えるとなんかワクワクするな。それにしてもシノン、お前そういう伝承とかに詳しいのか？読書とかが好きなだけ。それだけよ。そうか。とにかくトントゥは北欧では幸せを運ぶ妖精と言われているのよ。へえ、なんか素敵ですね。クラインさんはこの花が目当てだったんですか？おうよ、この花は幻の花って言われてる超レアアイテムなんだよ。これをセブンちゃんにプレゼントするぜ。目的はそれかよ。最後の最後でしらけたわね。ファンなのね。ファンじゃねえって。そう、俺たちはクラスタなんだ。クラスタってネット用語の？確かフサって意味だよね。セブンを払
花として集まるたくさんの草か。愛でる対象と心のつながりがあるって言いたいのか。なるほどな。キリト君？いや、俺はあくまでクラインの気持ちを代弁してみただけで。そうだ、セブンちゃんを普通のアイドルとかと一緒にしてもらっちゃ困るんだ。うおー、セブンちゃん、これからも愛し続けるぜ。あー、ダメね、完全にハマっちゃってる。どっと疲れたわね。さっさと町に帰ろうよ。ああ、撤収だな。おい、みんな待ってくれよ。最近ずっと町にいるよな。攻略しないのか。攻略も大事だが、今はセブンのイベント間近で忙しいんだよ。そうなのか。だからお前たちに構っている暇はないんだ。じゃな。行っちゃったね。フィールド解放に一番近づいているギルドなのに、攻略を後回しにするなんて変わってるわね。ま、ゲームの楽しみ方なんて人それぞれだからな。あいつらが攻略をストップしてる間にフィールド解放を進めようぜ。うん、そうね。どうしたの？なんだか視線を感じるぞ。え？この辺は私たち以外はいないと思うけど。そうか、気のせいかもしれないな。NPC から何か有効な情報が聞けるかと思ったけど、具体的なことは分からなかったな。古代文字で書かれた書物を読む方法が分かればね。古代文字が読めそうな人、もしくはアイテムか。お邪魔するよ。サクヤとアリシャさん。やあみんな。ヤッホー、楽しそうだね。スバルトエリアの攻略は進んでいるかい？それがちょっと行き詰まっちゃってて、ダンジョンを攻略してる時に古い書物を見つけたの。でも文字がわからないんだ。古い書物？
ちょっと見てもいいかな。なるほど。もしかしてこの虫眼鏡使えないかな。北欧に古代から伝わる文字を読むことができると聞いたんだ。サクヤさん、この書物を読んでみてもらえますか。ああ、わかった。書いてあった。書物によると、風の魔法装置により空高く登ることができ、装置は2つのアイテムにより起動が可能だとある。風の魔法装置は人工的に強力な気流を発生させる装置だと書いてある。図だけじゃ分かりませんでした。あれは気流装置だったのね。ありがとう、サクヤ、アリシャさん。ああ、また助けが必要になった時は言ってくれ。クエスト攻略の時も力になるよ。これで装置の起動方法が分かったわね。となると次はアイテム探しね。ユイ、まだ攻略してないダンジョンってあったよな。2箇所残っています。そこが怪しいな。順番に調べていこう。じゃあ明日のダンジョン攻略までは自由時間だな。所持品点検とかもしておいた方がいいわね。そうだな。それじゃあここで解散。絶剣って知ってる？絶剣？ああ、最近噂になってる辻デュエルをやってるプレイヤーのことか。うん、何でも立ち会いを希望したプレイヤーを全員返り討ちにしてるんだってね。OSS をかけてるから、それでも挑戦するやつが後を絶たないらしいな。その人の OSS って11連撃なんでしょ。それだけの技を編み出せるなんて、一体どれだけの剣豪なのかしら。今までスバルトエリアの攻略にかかりきりになってたけど、この辺りで俺も一度手合わせ願いたいな。うん、私も興味ある。その OSS がどんな技なのかも見てみたいし。でも辻デュエルでは一度もその技を使ってないんだってな。絶剣に OSS を使わせるほど追い詰めたプレイヤーがいないってことね。絶剣が現れたらしいぜ。あの辻デュエルの？気になるな。よし、行ってみるか。うわっ！リザイン！降参だ！
もうデュエル始まってるみたいね。どんなやつなんだ。他に対戦する人いませんか。もしかしてあのインプの子がゼッケン。クリアした後ログアウトする直前に突然現れてデュエルした。名前は勇気。なんでこんなところに。あ、いや、もともと ALO のプレイヤーだったのか。おそらくネットワークの混戦か何かで SAO に迷い込んでしまったんだろう。どうしたの。いや、ゼッケンって女の子だったんだなと思ってさ。私もびっくりしたよ。ゼッケンっていうくらいだからもっとごついアバターを想像してたもん。あ、お姉さんやる。え、私。よかったな、アスナ。本人直々に指名されるなんて。うん、じゃあやってみようかな。オッケー、よろしくね。お姉さん、お願いがあるんだ。うん。僕と一緒にスバルトエリアを攻略しようよ。え？
何？いいかな。お願い、仲間に入れてもらえないかな。ああ、わかった。別に断る理由もないしな。そうだね、こちらとしても心強いわ。やった、ありがとう。じゃあ改めて、僕は勇気って言うんだ。私はアスナだよ。俺はキリトだよ。ありがとう。仲間になった記念に集めたアイテムを渡すね。あ、そのアイテム、それで古びた鍵をきれいにできるかも。試してみるから後で工房に集合ね。みんなこれからよろしくね。勇気がくれたあのアイテムを使って、できたわ。成功。どう？この鍵なら使い物になりそうよね。リズ、ありがとう。これで攻略が進められそうね。毎度。相変わらず悪どい商売やってるな、エギル。おう、キリトじゃねえか。今すれ違ったプレイヤー肩を落として帰ってったぞ。まったく、ひどい天使もいたもんだな。バカ言え。さっきの兄ちゃんはちゃんと納得して売り渡したんだよ。納得ね。そのいかつい形相と巨体にねじ伏せられたんじゃないのか。容姿だって立派な商売道具だろ。で、今日は何の用だ。ああ、買い取りを頼む。これなんだけど、いくらくらいつきそうだ。へえ、結構いい武器じゃねえか。本当に売っちまうのかよ。まあ、俺が持ってても使わないからな。せいぜい金持ちに売りつけてくれよ。任せとけ。たんまり稼がせてもらうよ。おう、エギル。なんだ、キリトもいるじゃねえか。クラインか。なんか売りに来たのか。ああ、この間クエストをこなしてる途中に面白いもん見つけたんだよ。レアアイテムでもドロップしたのか。レアといえばレアなんだろうけどな。まあとりあえず物を見てくれよ。宝箱。
通宝箱って中に入ってるアイテムを取り出すだけで持ち運べないよな。そうなんだけどよ、こいつだけはなぜか宝箱ごとストレージに入っちまったんだ。そんなこともあるんだな。それで中には何が入ってたんだ。それがよ、どうにもこうにも開かねえんだよ。なんだそりゃ、中身がわからないんじゃ買い取りもできねえぞ。やっぱりそうだよな。これじゃ本当の意味で宝の持ち腐れじゃねえか。残念だったな。そう、いや待てよ、そういやスプリガンってトレジャーハントが得意だったよな。そうだけど、キリトだったら開けられなくても中身は見られるんじゃねえか。いや無理だろ、そんなスキル持ってないし。なんだよ、ちょっと期待しちゃったじゃねえかよ。勝手に期待されてもな。まったくだな。それより宝箱を開けることを考えようぜ。なあ、この宝箱、鍵穴があるけど、鍵は見つからなかったのか？ああ、パーティー組んでた奴らと一緒に周辺を探してみたんだけどよ、鍵らしきものは見つからなかったぜ。そこで相談なんだが、キリト、一緒に探してくれねえか。俺が？見つからなかったんじゃないのか。頼む、もう一回だけ探してんだ。お前しか頼むやつがいないんだよ。わかったよ、俺も宝箱の中身が気になるしな。ありがとうよキリト。その代わり、鍵を見つけて宝箱を開けられたら中身は半分もらうぞ。結構持ってくな。分かった、その要求飲んでやる。半分にできないものだったら俺が買い取ってやるから、金を折半するといい。してるな。それじゃあ準備ができたら呼んでくれ。俺はいつでもいいからよ。ああ、わかった。あら、今日はどうしたの？また来てね。うん。何か欲しいものがあるのか？他にはまた用事があったら寄れよな。ダンジョンって草原の島の北西と
東の方にある洞窟よね。ああ、今行けるのはその2つだけだな。どっちから攻略する？扉に鍵がかかってるな。もしかしたら前に書物と一緒にゲットした鍵で開けられるかもしれないよ。ああ、やってみるよ。お、開いた。これで先に進めるな。よし、早速男女の中に入ってみよう。Thank you.
一つ目のアイテムゲット。これが気流装置起動のためのアイテムね。気がするんだ。でもこの辺には誰もいないみたいだよ。そっか、ならいいんだ。でも注意は怠らないようにするね。まあ頼んだ。準備できたぞ。そっちは準備万端みたいだな。どうよ、それじゃ行くか。この遺跡のどこかに宝箱の鍵が隠されてると思うぜ。なんせあの宝箱はここで見つけたからな。探しても見つからなかったってことは、モンスターからドロップするなんてこともありえるな。なるほど。前に来た時はザコしか倒してねえから、どっかに特殊な敵がいるのかもしれねえな。なあ、その可能性もあるな。周りに注意しながら進んでみようぜ。こっちは準備できてるぞ。
クライン。あいつが鍵を持ってるのかもしれないな。そりゃあいつを倒してみればわかることだ。キリト、準備はいいか。なあ、クラインこそ足引っ張るなよ。足りねえだ。それじゃあ行くぜ。もしかして、鍵じゃねえか。やっぱりモンスターが持ってたんだな。助かったぜキリト。ああ、これで宝箱が開けられるな。しかしたまには野郎二人ってのも楽しいもんだな。そうだな、こういうのもたまにはいいかもな。お前は女の子とばっかりパーティー組み上がるからな。俺にも一人くらい分けてくれよ。なんだか知らねえけど全然モテねえんだよな。クラインの戦う姿を見たらみんな見直すと思うけど。を組むまでに至らねえんだっての。たくよ、なんで俺の魅力が伝わらねえんだ。みんな口に出さないけどクラインが仲間思いのいいやつだってことはちゃんと伝わってるぞ。 SAO の時だってギルドのリーダーとしてメンバーを支えてたじゃないか。明日死ぬかもわからない中でみんなを鼓舞するクラインの存在は大きかったと思う。キリト、そう言ってくれるのはお前だけだぜ。お前が女の子だったら嫁にしてるな。気持ち悪いこと言うなよ。体
仮に女だったとしても俺はアスナを選ぶな。へえへえ、相思相愛ベタボロですか。ったく、一人身の俺に対する嫌味かよ。それじゃあ目的を果たしたことだし町に戻るか。せっかくだからエギルにも自慢してやらないとな。キリト、話をはぐらかすんじゃねえよ。ぼーっとしてると置いてくぞ。おい、先に行くなよ。おう、キリトと暗いんじゃねえか。お目当てのものは手に入ったのか。当然だぜ。俺とキリトの手にかかればできないことはねえからな。それでもう宝箱は開けたのか。いや、まだだ。店で開けようと思ってそのまま持って帰ってきたんだよ。エギルも中身が気になるだろ。まあな。よし、それじゃあ早速宝箱と鍵をオブジェクト化して。行くぞ。心の準備はいいな。なあいいぜ。鍵が回った。開けるぞ。これは？なんだこれ。本？写真集みたいだな。おい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 、ここよく見てみろよ。妖精たちのお宝秘蔵フォトだってよ。袋閉じのタイトルみたいだな。ったくこのゲームレーティングいくつだってよ。お子様には刺激が強すぎるんじゃないか。入手困難とはいえこんなアイテム作っていいのかよ。と言いつつ開こうとしてるぞ。取り目よ、必死こいてやっと手に入れたんだからな。さて早速中身を拝見して。うわ、うるせえよ、もっと静かに見ろ。これが黙ってられるかよ。半端ねえぞこれ。 NPC なんだよなこれ。そりゃそうだろ、運営側が用意したんだし。装備あるのかよ。露出多くないかこれ。あ、この姉ちゃんすげえタイプだぜ。よかったな。次は水着か。あ、いや、やっぱりいいよな。生で拝んでみたいもんだぜ。ずいぶん楽しんでるみてえだな。気の利いた運営様に感謝だぜ。つーか、キリトは見ねえのか。見えないんだよ。その本を見るとフォーカスが合わなくなる。なんだ、未成年フィルトでもあんのか。クラインとエギルは普通に見られるのはそうなのかな。絶品が見えねえなんて。キリト、キリトよ。なんだよその同情の眼差しは。いつもならこいつはまるっと頂戴しちまうところだが、仕方ねえ、これはお前にやるよ。
にいらないよ。見られないって言ってるだろ。諦めるな少年よ。お前の腕ならフィルターかいくぐるぐらいできるかもしれないだろ。男に必要なのはな、熱意なんだよ、熱意。一応苦労して手に入れた中身だし、もらっておくよ。一応な。頑張れよ。キリトは違う方向に精を出そうとしているな。お、誰か来たみたいだ。ゆいちゃん、いらっしゃい。で、またこのタイミングで。3人で何してるの？あ、いや、大したことじゃないんだ。背中に何か隠したみたいだけど。何のことだ。怪しい。ねえキリト君、何を隠してるのかな。だから別に。え？あかん。あ。好きあり。なになに？写真集か何か。ああ、それはエッチなお姉ちゃんの写真が詰まった本だぜ。終わったな。最悪だ。へえ、そういうことか。あ、アスナさん、まさかこういうのがエール王にあるとは思わなかったな。確かにこんなの持ってたら隠さないわけにはいかないわよね。ママ、それは何ですか？ゆいちゃんは見ちゃダメよ。ママ、顔は笑ってるのに、なんだか怖いです。それで、キリト君、これはどういうことなのかな？違うんだ、アスナ。きっと誤解してるよ。まあ、キリト君この子ってことだな。クライン、余計なこと言うなよ。別に俺は中身に興味があったんじゃなくて、システムの抜け道を探すための研究材料としてもらっただけで。いや、そのここで話すのもなんだし、私の部屋に行こうか。いいよね、キリト君。あ、はい。クラインのやつ、後で覚えてろよ。Thank you.
もしかしたらさっきのダンジョンの入り口で使った鍵が必要なのかも。そうか、試してみよう。わ、開いたな。早く中に入ってみようよ。ああ、
さすが俺の相棒だな。進むとボスがいるな。このままボスに挑もう。はい、頑張りましょうね。このボスは手強そうです。強敵なので気をつけてください。これで必要なアイテムが揃ったわね。
ボスを倒した時に奥の扉が開いたわ。見に行こうよ。クエストで手に入るイベントアイテムとは別に報酬があるのね。これも探索の楽しみだよね。キーアイテムが揃ったな。気流装置のところまで行ってみるか。